はい、こんばんは。ドンチャンネルです。3月25日、雨。えー、っとね、まあ僕が住んでる福岡中州にあるね、太陽映画劇場さんが、まあ今月いっぱいでね、営業終了されるということで、もうあとわずかなんだけど、月曜日、今日はね、えー、ボディガードが上映されていたのでね、見に行きました。月、雨降る月曜日だったんだけど、まあ皆さんね、まあ、 別れを惜しむかのようにね、たくさん来場されてましたね。うん、はい、じゃあボディーガードの話しますね。現代 The Bodyguard は、1922年制作のアメリカ映画、俳優ケビン・コスナーと女性歌手ホイニ、ホイットニー・ヒューストンが共演し、ヒットしたロマンティックサスペンス映画である。映画初出演となったホイットニー歌唱の主題歌、 always love you, and,、uh, ですね。いや、挿入歌。I have n o t h i n g ラン n ー to you は、いずれもグラミー賞やアカデミー賞、アカデミー歌,歌唱曲に、アカデミー歌唱、アカデミー歌謡曲に、うんノミネートされ、主題 に至ってはグラミー賞をはじめとしたその年のあらゆる映画賞をそうなめにしたまたこれらの楽曲が収録され、えー、デイビッド・フォスターの編曲したサントラ版は全世界で4200万枚を売り上げる大ヒットを記録した <laughs> まあ当時さ洋楽に興味がなかった人たちもさ ホイットニー・ヒューストンって知らない人はいなかったもんね。で、多分ね、ホイットニー・ヒューストンはね、日本美意気だったはずですよ。前世紀にはね、2年に1回来日してツアーをしてます。で、僕が住んでる福岡にもね、福岡ドームでコンサートをされてますね。うん。えっと、去年、一昨年だったかなあの、レッツサンバレッツダンス、 ウいズサンバディとかなんか、あの、ホイットニー・ヒューストンの事前映画みたいなのが公開されて、その時僕いろいろ調べて、あの、スーパーボールでさ、あの、国家聖書をしているシーンとかがあってね、はあ、この人やっぱすげえわって、まあ、年もね、まあ、去年還暦を迎えた僕とほぼほぼ一緒なんですよ。僕が学年が一個上なのかな。でも、まあ惜しいことにね、40代後半でね、 ホイトにはなくなっってしまったんでですす。よね。いやー残念ですロナルド・レーガンの警護を担当していたアメリカ合衆国シークレット・サービスのフランク・ファーマー、ま、ケビン・コスナーは非番彼の母の葬式の日に発生したレーガン大統領暗殺未遂事件に責任を感じて退職以降は個人でボディーガードを営んでいたそある日 フランクの元を人気歌手、レイチェル・マロン。まあこれがホイットニーの付き人、ビルが訪れ、彼女の身辺警護を依頼する。レイチェルの元には数ヶ月前から不審な出来事が続いており、ついには被害、殺害を予告する脅迫状までが送りつけられてきたため、フランクの、フランクに白羽の矢が立ったのである。依頼を受け付けたフランクだった。うんい 依頼を引き受けたフランクだったが、肝心のレイチェルをはじめスタッフに危機感がなく、フランクを邪魔者扱いし、忠告を聞こうとしない。呆れたフランクは依頼を断ろうとするが、ビルに懇願されたため仕方なく引き受ける。うん、フランクは警備強化のために屋敷の大改像や、スタッフの教育を介するが、レイチェル本人はフランクのやり方に不満を募らせ、 スタッフの際と共に勝手にライブハウスでの新曲発表を兼ねたライブを開催する。しかし、開室まで脅迫状が届き、事態の深刻さに気づいたレイチェルはパニックに陥りながらもファンの声援を聞いて奮起する。ところが、ライブの最中、興奮したファンが暴徒化。 危うく暴行されかけたところをフランクに救出される。無事帰宅できたレイチェルはフランクに感謝し、感謝し彼に信頼を置くようになる一方、もともとレイチェルのボディーガードを務め、彼女への行為を公言しているトニーはフランクに出し抜かれたと逆上。フランクに襲いかかるが帰り討ちに会う。うん、翌日助けられたお礼にレイチェルはフランクをデートに誘う。映画を見て、まあ、これ日本のサムライですよね。映画を見て、 バーで語り合い、フランクの自宅で二人は一夜を共にした。しかし翌朝、フランクは依頼人と深い仲になったことを後悔し、けじめをつけようとレイチェルに、えー、突き放した態度をとる。フランクに裏切られたと感じたレイチェルは、フランクのかつての同僚、ポートマンをベッドルームに連れ込んだり、無断で外出したりと、フランクへの当て付けのような行動を繰り返し責任を感じたフランクは、再びビュリに交番を申し出る。だが、直後にホテルの自室で、 受受けけた脅迫電話にレイチェルは強いショックを受ける。苦しむ彼女が頼ったのは結局フランクだったレイチェルに危険が迫る中フランクは彼女のスタッフに暇を出しレイチェルと彼女の姉ニッキー・フレッチャーを連れて父・ ハーブの家に避難することにする。フランクの昔話やチェスに興じることで一度は落ち着きを取り戻したかに見えたが、翌日フレッチャーが勝手にボートに乗り込み、フランクが助け出した際、ボートが爆破されてしまう。もはやここまで物手が迫っていた。その夜、フランクは泣いていたニッキーからレイチェルの殺害を依頼したと聞かされる。幼い頃から自分の真似をしていた妹が自分を追い越し、 歌手へと成功していたことに嫉妬を抑えきれなくなったニッキーは、レイチェルへの脅迫状の件がきっかけで、長年のうっせきが爆発。酒場で出会った男に勢いで彼女の殺害を依頼してしまい、その男の名前も知らないため連絡も取れないというのだ。その告白の直後、ニッキーは突然現れた男に射殺されてしまう。 同じ頃、レイチェルへ脅迫状を送っていた犯人を捕まえたと、フランクに報告が入る。だが、暗闇の中で一撃でニッキーを射殺した手口がプロの仕業だと確信していたフランクは、狙撃犯は別にいると考えていた。ニッキーの葬式、葬儀が終わった後、レイチェルはノミネートされていたアカデミー賞受賞式に出席する。フランクは出席を取りやめるようにレイチェルに忠告するが、彼女の出席の意識が揺るがないと知ると、トニーと共に、 敬語に全力を挙げるフランクは会場で再びポートマンと出会うが彼が自分の依頼主だと語った司会者からそんな男は知らないと告げられたことからポートマンが犯人だと確信するポートマンはカメラマンに扮して壇上のレイチェルを殺そうとしたが彼女の盾として銃弾を受けたフランクに阻まれ失敗しフランクに射殺されるこのシーンがもうね一番マックスですよね依頼を こなし終えたフランクは新しいボディーガードと交代し、レイチェルたちと別れへの挨拶を交わした。見送るフランクを見つめるレイチェルはジェット機を止め、彼の元に走り、別れのキスを交わした。こうして二人の恋が終わった。レイチェルはフランクへの愛を糧に歌を歌い、フランクは新たな仕事へと着いた。エンデーンっていうやつね。あー まあ、アカデミー賞受賞式のさ、あの、合成な演出といい、あの、キャンカ観客の数といい、<coughs> まあ、光り輝いた豊かな時代だったなって、まあ、バブルが崩壊したのは1989年、90年って言われるけど、この作品は1993年。まだ、デフレスパイラルなんていう言葉も出てこなくてさ、まあ、今ちょっと株価がちょっと下がっているけど、 まあそのうち持ち直すんじゃねとかいうふうにみんな思ってたんですよ。で、そのうちさ、なんとかブラザーズのさ、事件があったりしてさ、なんかもう、ガタ、ガタ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 とこう、経済がね、やばくなっていったんですよね。まあ現状を見るにつけさ、特に日本がね、あの、貧乏くじを引いたみたいな感じなんですよね。<laughs> まあ、活躍している企業の顔ぶれを見たってさ、アメリカってさ、もう技術革新がガン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 進んでいっているのに、日本の、まあ、企業構造とかいうのはまあ、昭和の時代と全く変わらないままだもんね。で、未だに日本は生産性が悪いとかさ、まあ、そ,、まあ、そういうふうに言われてさ、だんだん GDP も落ち込んでいってさ、中国に抜かれ、 ドイツに抜かれ、ね、アメリカに次い、ついで、世界第2位の経済大国日本でございますって言っていたのがさ、いつの間にかもう表彰台からも引きずり落とされてさ、世界第4位の経済、立会、経済大国ですみたいな、そんな、こう、なんていうの、こう、<laughs> つつましやかなね、立場になっちゃったんですよね。う でもまあ宿命的に軍事力でバンバン行くことができない国なんだからさ、もうせめて経済だけは、よその国に、よその国に負けたくないっていうのでさ、まあ、戦後昭和頑張ってさ、ね、あの、まあ、高度経,経済成長、バブルってね、やってきたんだけど、 平成に入ってね、まあ、ガタ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 とね、崩れてしまったんですよね。まあ、一つは、平成に入って消費税が導入されたっていうのも一つはね、あの、あると思うんですよね。だって、一般の人たちのさ、購買意欲がだん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 こう、耐えてくるじゃない ?3%、5%、8%、10%、ね、1000円の買い物したらさ、国に100円差し出さなきゃいけないね、消費すれば消費するほどたくさんの税金をさ、国に、 持っていかれるじゃあ、なるべく物買わんことしようかなとか、よく思うよね <laughs>。で、かつこう、いくらね、消費税を納税してもさ、なんかこう、自分のために帰ってきてるっていうのがあんま実感がないとさ、なんか取られるばっかりみたいなさ、気にもなるんですよね。うん、やっぱね、平成、暗黒のね、平成デフレ30年でね、 あっちゃーっていうことになってしまって、さあ、じゃあ言語を切り替えて、令和ですと、さあ、今からもう一回、って思った、思った矢先に、今度はコロナがやってきてさ、<laughs> ね、中小の会社が、飲食店がさ、バ,バタ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 閉店していくみたいなことになっちゃってね。もうね、平成6年、ね、平成7年度が始まるの、もうすぐね、 なんか、いい時がね、もう過ぎ去ってしまったんかな、みたいなことをね、まあ、バディガードを見ていてね、思ってしまいましたね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。